カメラレンズフィルターを使った、かっこいいサングラスを作ったわ。お、おしゃんなものを作ったわね。ふふ、おしやでしょ。レンズフィルターを回転させることで、透過率を変化できます。かっこいいデザインになるように、おまんじゅうにかっこいいデザインを作ってもらったわ。さすがおまんじゅう。さすれむね。ではではでははは、基本的な機能について説明するわ。変更レンズというのは、 レンズの中にブラインドシャッターがついているレンズのことで、これによって、主に光の乱反射を抑制できるわ。画面に映っているコントラストの比較だけど、健康レンズを通してみると、水しぶきが見やすくなるわね。窓ガラスに反射して映る外の画像とかも、健康レンズを通すことで、中のものが見やすくなるわ。魚釣りとかを趣味にする人々が、健康レンズを使う理由ね。 デザインも何度も手直しをしてもらって、納得のいくデザインになったと思うわ。細かい変更を加えたサンプルを5個くらい制作してたわ。ノーズパッドの部分は固定式です。 手動調光機能このように市販のサングラスは全てレンズの濃度が一定だけど、このサングラスはレンズの濃度を調整できるわ。真夏の昼から真冬の昼、曇り空まで環境にマッチしたベストな濃度で快適に過ごせるわね。そういうこと。 最後がフィットイメージです。ノードマックスでかなり暗くなります。サイドイメージ。横からのバランスもよくできてて素敵よ。ふふ、私もそう思うわ。